ウェバースは韓国のファンコミュニティプラットフォームである。韓国のエンターテインメント企業、ハイビート、インターネット企業ネイバーが共同で出資するテクノロジーカンパニーウェバースカンパニーによって運営されている。キャッチコピーはオフィシャルフォーオールファンズウェバースではアーティストとファンが文字や画像の投稿を通じて直接交流できる無料コミュニティのほか 有料コンテンツやメンバーシップ限定コンテンツを提供している。また、付属の e コマースプラットフォームであるウェバースショップでは、有料コンテンツの購読やアーティストの公式グッズを販売している。ウェバースには、防弾少年団、セブンティーン、アイコンなどのボーイズグループ、ジーフレンド、エバーグロー、ジェリーブレットなどのガールズグループ、CL、ソンミ、グレー CA ブラムスをはじめとする。 ソロアーティストの面々が参加している。2020年3月現在のウェバース、デイリーユーザー数は140万人であり、ウェバースショップは200カ国から180万人以上のユーザーを保有している。2019年6月3日、ビッグヒットエンターテイメントが従来の e コマースプラットフォームビッグヒットショップに代わるウェプリーのサービスを開始。2019年6月10日、 ビッグヒットエンターテイメントの子会社であるベンクスがウェバースのサービスを開始。ベンクスの CEO であるソウ・ソクはウェバースについて K-POP アーティストがファンとより深いレベルで交流するためのプラットフォームと説明しており、ビッグヒットエンターテイメントの共同 CEO であるユン・ソク・ジュンはウェバースを音楽業界におけるワンストップサービスと位置づけている。 二千二十一年一月二十七日、韓国最大のインターネット会社であるネイバーがベンクスに約三千五百四十八億ウォンを投資し、ベンクスの株式四十九パーセントを取得することを発表。同時にベンクスをウェバースカンパニーへ社名変更することを決議。防弾少年団 BTS のリアル旅行バラエティ番組 BTS ボンボヤージュのシーズン四は、 ネイバーが運営するライブ動画配信サービスの V ライブからウェバースの BTS 有料コンテンツに移行されている。ベンクスによると BTS ボン・ボヤージュのシーズン4の売り上げは V ライブで配信されていたシーズン3の売り上げを上回った。2019年8月27日から10月1日にかけて BTS 有料コンテンツにて録画編成のミニドキュメンタリーシリーズ ブリング・ザ・ソウルドキュシリーズが配信された。2020年3月24日より、BTS 有料コンテンツにて、韓国語教育ビデオシリーズ、Learn コリアン・ウィズ・ BTS が配信された。ビッグ、ヒットエンターテイメント代表のパン・シヒョクは、このプロジェクトが、言語の壁のために、BTS の音楽やコンテンツを楽しむことができない、世界のファンが、 簡単に楽しくなるようにすることを目的としていると説明し、ファンからの BTS の映像に英語の字幕をつけてほしいという要望を受けて生まれたものと語った。同シリーズは YouTube やブライブにアップされている BTS の既存コンテンツ、ラン BTS やバンタンボムなどの映像を使用し、韓国語の表現や文法を3分間で30回レッスンするものとなっており、 韓国語コンテンツ研究所と韓国外国語大学校の専門家の協力を得て開発されたウェバースが企画・制作するコンサート及びライブパフォーマンスを記載ありがとうございます。